そういああいう分はでもそういうことで考えるとそうだな、うん、不思議でしょうがないの古い楽器ってやっぱ古いんだよジャズの場合でもあのクラシックの場合だったら古いほどいいぐらいのでも材料すらもう今のクラシックの人たちが苦労してるぐらいの材質もう造形なんて使えないでしょ使えないですねだってあの造形そのままいわゆるあのワンフレットいわゆるあのゼロフレットの造形とそれからプラスチックの造形とあのまさにとにかく好きな人音質がすごくいやらしいんですだから造形じゃなくて造形をやるとしたらにあの知らないうちに造形でも殺しちゃってさ造形は取ってこないから今もう造形も今使えない使っちゃいけない使っちゃいけないんじゃないですか使っていけないの、うん、そうそうあ、そういいんだ、昔ほどいいわけ新しい楽器とか、あの買いに行ったりするんですか弾いてみたりしますないんだけど、ないんだけど、知らないんだけど僕の楽器はね、1900、ね、クラシックギターなんですけど一番その人の作って1世今もう3世、4世ぐらいになってもう子供、孫の代になるぐらいの、なんとかサンチェス作る人がね。で、僕の場合は一世の一番最後の頃の、それなんかしっかりまだ象牙使ってる。なんか象牙使ってるって言うとなると、それ見てみると分かるんだけど、あの、こういうか、あの、シャーンと中に、あの、確認されるぐらい。あ、これは象牙だっていう昔は昔だから その後はもうほとんど象を殺して象牙だから作るっていうのさもうことはできなくなったんですよ不思議なことを考え出したらクラシックギターは確かに変わってないですまあ、なんかその取り付けるマイクの方がいっぱい変わったけど、楽器は変わらないですよね。形、まあ、変なやつも出てるけど、あんまり流行んないですよね。バージュなんか、ソラバージュなんかの、あの2、300年ぐらいの前の、あるのとか、もう普通の一般の人はレンタルはできるかもしれないけど、大体試験、あ、もう自分の所有物としてはもう、ほとんど許されない世界に入っちゃって。ストラディバリを7時半から演奏します。あの最初の頃さ、あのピアノあの鍵盤なんかまああるでしょ。あの白い方は造形でしょ。一番最後は最初。もうふんだんにあの象を殺しまくってたんで。古いやつとか結構あれですよね。なんていうかその筋っていうかあの色合いがもう黄色っぽくなってますよね。うん昔の麻雀牌とか。そうだったんだって。そうだから今だけこんなことしてもダメなんだって。昔のはこんなことしてるって分かるんだって。パリの。あの、よく分かってるでしょね。で最近のはさ、無機質だから。そうなんだ。あ、そうか、でも機械あってもそうなのか。ね。分かんない。俺はこれできないから分かんないけど。造形の話。してますけどこんな話してさ、いろんなの引っ張り込んじゃったらバスターと大変なことになっちゃうような気がするよ、これいろんな話がありそう適当になったら素材で使ってもらって7時半から演奏しますよろしくお願いします